that speakers is the truth. But you've been mixing so well the way you prove. みなさんこんにちは、ともかです。今回は、富士山にやってきました。今回の目的は富士山の富士河口湖の芝桜のお祭りに行ってきます。事前に、河口湖行きのバスのチケットを大きく買って、ここを河口湖から、会場までのシャトルバスを往復分購入したので、そちらを使って、会場まで行きたいと思います。ということで今回は短い動画になると思うんですけど、お楽しみください。ということで行ってきます。It's almost ready, we've been craving this all week. Did you want it? I got it. まず最初に河口湖にやってきました。河口湖の電車の駅からここの河口湖までは歩いて10分の距離なので、もし時間があったらぜひここまで歩いてみてください。歩いてここまで来れるの全然知らなかったんですけど、なんかボートも乗れたり、食べるところもたくさんこっちにはあるので、やることないなとか、時間ができたらぜひここまで来てみてください。はい、ということでこちらランチに来ました。2年前ここのレストランに来たんですけど、会場に行く前にここでランチを食べたくて、事前にスケジュールを立ててきました。でこちらのお店がショーズ寿司バー&ダイニングっていうんですけど、なんか本当に美味しくって、もう一回来たいなと思ったのでこちらに来たので、ぜひここのレストランを紹介できればなと思って皆さんにもシェアしたいと思います。ということでどうぞ。ランチメニューはこちらです。前に来た時とちょっと変わってます。こちらがまず前菜になります。めっちゃ美味しそうです。これで前菜です。こちらがランチセットです。美味しそう。こちらデザートです。はい、ということでこちら富士芝桜祭り2023にやってきました。河口湖駅から40分かけてバスで来たんですけど、私たちはこちらの入場券とその河口湖からここまでの往復のシャトルバスのチケットセットになってるやつをウェブで事前に予約して購入しました。でここに着いてからそのチケットを携帯で見せるんですけど、バーコードリーダーを見せようと思ったらネットが全然機能しなくて、本当にここのネット環境悪いんですっていう風に言ってたので、事前にここに来るまでの間にログインして見せる準備をしておくか、あとは予約番号メールで来たものを開いてスクリーンショットしておくことをお勧めします。もうメールさえもこうリロードしても全然開けないような状況が続いたので、そこは本当に大きい注意ポイントだなって思います。はい、ということで今からこちらの芝桜をいろいろお届けしたいと思います。ということで行ってきます。今午後2時です。この列やばくないですか？
船にね乗るのに並んでるので、今からどれくらい待つか検証します。さっきのボートは結果的に35分待ちました。続いてこちらの黄色いドアですね。ドラえもんのドアみたいなやつに並びます。今2時43分ぐらいですね。どれぐらい並ぶかまた検証します。何来るの？ここはご飯食べる場所です。いろんなフードトラックがあります。ここはガーデンみたいです。今20分前なんですけど、これぐらい人が待ってます。バスは1台に補助席も使えば53人ぐらい乗るそうなので、1台で今のところは大丈夫そうです。はい、ということで富士芝桜のお祭り見終わりました。だいたい2時間あれば全然回れました。というよりもちょっと時間余ったかなという感じです。まあ私たちはそのお店、食べ物のブースのお店とかに行ってないので、本当に写真だけを楽しんだ感じでした。で、いくつかこう4カ所3カ所ぐらいフォトスポットがあったんですけど、一番人気だったのがあの船のフォトスポットで、2カ所目はあの黄色いどこでもドアがある場所だったんですけど、まあ、大体そのピンクのところは35分、黄色いところは20分ぐらいかな待ちました。なので、まあ、人気のところはすごい混むので、朝早めとかに行った方が本当はいいと思うんですけど、私たちはバスの時間とかもあったので、大体12時45分のバスに乗って1時半ぐらいに着いたかな。で、今の時間が3時半なので、4時のバスが最終なので、そのバスに乗って、帰りたいと思います。ということで、今回の動画は短くて、あのこちらの芝桜の祭りがメインだったんですけど、まあ、少しだけランチもお届けできたかと思うので、楽しんでいただけたら嬉しいです。では、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思っていただけたら、チャンネル登録、コメント、高評価どうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。